はいどうも、ボーイです。本日はですね、昨日4月の11日に放送されました新月9ドラマですね、元彼の遺言状、こちらの考察動画といいますか感想の動画撮っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ボーイの考察チャンネル。初めましての方、ボーイと申します。今後もですね、ドラマの考察動画たくさん上げていきますので、もしこの内容がよろしければチャンネルの登録をしていただければと思います。それでは内容入っていきましょう。まずざっくり初感なんですけれども、非常に面白そうな滑り出しかなと思います。ちなみに僕は一切原作は読んでいません。ネタバレなしでやっていきたいと思いますので、もしよろしければですね、コメント欄等もネタバレなしでご協力をいただければと思います。もちろんコメントをたくさん書いていただきたいんですけれども、あくまでもネタバレなしというところでお願いできればと思います。また今回見て皆さん分かったと思うんですけど、登場人物が非常に多くてですね、複雑なので、そのあたり解説しながら振り返っていきたいと思います。まずですね、敏腕弁護士剣持麗子ということで、綾瀬はるかさんが主人公になりますね。お金にならないことはしない主義と、脅迫じみた行為でパワハラ事件を強引に和解に持って行ったりとかもしてました。ただそれが原因で筒井先生と言われる上司からボーナスカットを言い渡されて、思わず事務所を辞めてしまうというところから物語はスタートします。そんな中、突然メールが来てですね、元彼である森川英治が亡くなったことを知ります。元彼である英治との思い出をふと思い出している剣持麗子でしたけれども、英治がお願いします、僕を助けてくださいというセリフを言ってましたね。回想シーンの中でですね、これは今後生きてくるセリフになるかと思います。そしてその後、英治と同じサークルの先輩である篠田から電話がかかってきます。麗子自体は覚えてなかったんですけれども、結局その2人で会うことになるんですが、英治は仕事のストレスで持病の喘息が悪化していて、風邪をこじらせて亡くなってしまったということが分かりました。そしてその篠田は、サークルの先輩にあたるわけですけれども、軽井沢の別荘の管理人にならないかと英治から誘われていて、今はその仕事をしているということです。剣持は篠田から英治の遺言状の内容を知らされます。遺言状の内容をまとめておきましたので、一緒に確認していきましょう。1、中学高校サッカー部のみんなに腕時計のコレクションをあげる。2つ目、小学校から高校までの担任の先生に美術コレクションをあげる。3つ目、バッカスの主治医と息子に軽井沢の別荘と犬のバッカスを与える。4つ目、元彼女たちに所有する不動産を分け与える。5つ目、最後、残りの全財産を僕を殺した犯人に相続させるという内容でした。まあ、ここがですね、5番目のところが非常に、まあ、1から4もちょっと突拍子もないという感じではあるんですけれども、5番だけはなぜこういう相続をさせるのかっていう意図がちょっとわからないというのがポイントになってくるかと思います。元彼の遺言状のコメント、中で文面が一部出てきてるんですけれども、その文面、私の方で書き起こしましたので一緒に読んでいきたいと思います。僕は少々お金を持ちすぎてしまったようだ。だからみんなに分け与えたい。それは僕を殺した犯人にも。そんなことを書くと僕はおかしくなってしまったように思うかもしれないけど、僕は正気だ。僕は犯人が刑事罰を受けることを望んでいない。犯人の選出に際しては、関係者全員に守秘義務を課して、警察には絶対に漏らさないようにする。だから、我こそはという犯人は安心して名乗り出てほしいということですね。この意図が難しいですよね。復讐という意味もあるかもしれませんし、どうなんでしょうかね。背負わせるって話も途中で出てくるんですけれども、ここの意図っていうのは難しいので、皆さんと一緒に話を進めていきながら考えていきたいと思っています。森川英治の死についてなんですけれども、診断書では病死ということになっています。ただ、篠田は釣りに連れて行ったことで風邪をこじらせたということで主張をしていきます。森川家にて犯人選考会というのが行われます。剣持がそこに乗っかったという理由には一つ、英治の莫大な遺産というのがありまして、現金ではなくてですね、森川製薬の持ち株があるんですね。 1.何%って言ってましたけれども、それを2人で分けると150億になるんですね。英治が持っていた持ち株分は時価総額1080億で、家族の持ち分、これ法律上決められているものがありますので、持っていかれる分があるんですが、そことさらに相続税を引くと2人で割って115億になるということで、この話を持って剣持は乗ったということになります。犯人選考会には2人の選考委員の承認が必要です。左側に写真が出ている森川金春、これは英治のお父さんで森川製薬の社長であります。もう一人が森川真理子さん、これが英治のおばにあたるんですけれども、つまり金春の妹ですね。
兄弟になるんですけれども、こちらが森川製薬の専務をやっています。この2人もちろん家族なんですけれども、社内の派閥争いで敬遠の中となっています。英治の株を継ぐということは、つまり森川製薬の大株主になるということなんですね。その株主に当たる人物なのかどうかっていうのを吟味しているっていうのが、この実は犯人選考会の一番の趣旨になります。それに対して剣持はどういう言い分で主張していくかというと、実はですね、この森川製薬、新薬を発売したいんですね。開発してるんです。新薬の鎮痛剤を開発して販売したいんですけれども、販売したのは専務マリコ側の方の息子、これ後で名前が出てきますけれども、森川匠というですね、マリコの息子が開発した新薬なんですけれども、その新薬そのまま売ってしまうと当然売れると思うんですけれども、専務側の功績ってことになってしまうので、それだと金春社長としてはいい話じゃないわけですよ。それでじゃあどうやって提案を持っていくかっていうと、新薬の鎮痛剤の販売部隊を社長の直下に置いたらどうですかと。そうすると新薬は販売することにはなりますけれども、その利益というのが社長側にも入ってくることになるので、これドル箱でいいですよと。で、専務側としても自分が開発した新薬が発売できるということになるので、この折衷案でどうでしょうかという主張をして、おいいじゃないですかと、金春とマリコ概ねいい反応を示すというような主張でした。今回の英治の遺言の 1,2,3,4,5 でメインは5の犯人の選考会なんですけれども、それと同時並行に1から4の財産分与というのも行われているわけですね。で、これが丸4に当たったところなんですけれども、元彼女へ不動産を分け与えるというところですね。で、そこでこれは元彼女じゃないんですけれども、英治のいとこのさえというのが出てきます。左上に写真が出てきて、うるさいおばさんとかって言われてましたけれども、この人はずっと英治に思いがあったんですね。なので英治の元彼女たちを見て、金に群がっている元彼女たちを見て蔑んでいるというような表現、まあ、嫉妬心もあると思いますけれども、そういう発言がありました。ちなみに僕この人ちょっと怪しいかなと思ってます。で、そんな元彼女の中の一人に看護師の原口朝日というのが出てきます。右上に写真が載ってますけれども、英治の身の回りのお世話をやってたということですね。まあ、身の回りのお世話をやってたり、いつの間にかそういう関係になってたみたいなことが案に示されてましたけれども、まあ、この人も元彼女の一人だということですね。で、森川幸乃、これ森川という名字がついてるんですけど、もともとは森川家の人じゃありません。森川幸乃という人が英治と交際してたんですけれども、英治の体調が悪化するとともにすぐに別れて、いとこの匠、さっき出てきました薬を開発した匠と結婚します。なので森川という名字がついてますけれども、英治の元カノということになりますね。範囲の別荘とかタワーマンションとかいろいろ不動産が分け与えられるわけですけれども、剣持は暮らしの法律相談事務所のオーナーになったということですね。本人は全然納得していませんけれども、まあ、そういう分配をされていたということも後々何か意味が多分出てくるんじゃないかなと思います。そして村山先生、顧問弁護士の先生ですね、の忠告で口を割らなかった弁護士が最終的に殺されたしまったという話が出てきます。この時はまあ何でもないんですけど、多分その後で生きてくるんじゃないかなと思います。そしてそこで英治にすごく似ている兄の飛び春を見て、思わず英治と剣持は声をかけてしまいます。まあ、結果的にはお兄さんの飛び春でしたっていう話なんですけども、これがきっかけで電車を乗り過ごしてしまったので、森川家の別荘でもう一晩過ごすことになるんですね。その時に飛び春が食事中にちょっと一言言っていた、幽霊みたいなもんですからねと、この一言後でどういう意味かっていうのがちょっとわかります。英治は匠が開発した新薬に反対していたということで、まあ、英治が亡くなって得する人もいるよねということを言ってたわけですね。ちなみに飛び春は遺産の相続を放棄していました。なので英治が全て持ってたんですけれども、それにも非常に深い理由があります。この後出てきますけども。そして遺言状の原本がなくなってしまいます。森川製薬の顧問弁護士である筒井先生が来てですね、金庫が開けられて遺言状がなくなっているということに気づきます。村山先生がタバコに毒を混ぜられて亡くなってしまいます。この時に何か最後言葉を残してるんですよね。僕は弁護士バッって聞こえて、弁護士バッジに何かあるのかなっていうのを思ったんですけど、もし他に何かこうじゃないかなって思う方いったらコメントを書いていただければと思います。英治も何者かに殺された、そして村山先生も何者かに殺された、まあ少なくとも2人殺害されたわけですけれども、この犯人は一体誰なのか、まあ、一緒なのかというところも含めてですね、しばらくのこの話の中心に
なってくるポイントかなと思います。飛春の言った言葉で、これ今後の事件を解くヒントになってくると思うんですが、エイジ以外の森川の人間にバッカスは吠えると言ってました。エイジが亡くなった当日にバッカスが吠えていますので、ここは非常にヒントになってくるかなと思います。ポトラッチという言葉が出てきます。部族が贈り物を渡し合って、いずれ送り返せなくなるみたいな話なんですけれども、飛春が与えることは奪うことだというふうに言っています。そんな発想が出てくるのもですね、実はエイジは飛春の救世主ベビーだったんですね。救世主ベビーというのは、体が弱い子供に対して、その子に対して例えば移植とかをできるように、もう一人子供を産むということらしいんですね。で、結果的にエイジが病気で亡くなってしまい、先に亡くなってしまいましたけれども、飛春は体が弱かったので、その救世主ベビーとしてエイジは生まれていた。そのことに対して飛春はそれを知っていて、エイジに対して負い目を感じていたというところがポイントになります。なので最終的にそれを理由にエイジを殺してしまったんじゃないかっていう、一旦その考えに篠田と剣持はたどり着くわけですけれども、まあそこはまだ確定ではないかなという感じですね。そして剣持と篠田が車で引かれそうになります。ここは真犯人の可能性高そうですね。一体誰が引こうとしたのか、今後注目していきたいポイントですね。ちなみに車は電車を乗り過ごしてしまった後に、駅から別荘まで運んでいたエイジが使っていたという車でした。ただ翌朝、筒井先生に誘われて剣持は東京に一旦戻ることにします。その時に途中でエビ天を食べるんですけれども、エビ天のサービスというのが、学食のおじさんおばさんがサービスでつけてくれていたものだと剣持は思ってたんですけれども、実はエイジが優しくて学食のおじさんにおまけでつけてもらってたということがわかります。優しいなと思うわけですよね。そして原口が伝えようとしていたこととはということで、原口が何か言いかけているところがフラッシュバックしてくるところがあるんですけれども、そこ非常に重要なことを何か伝えようとしているんではないかなと思います。これも近々出てくると思います。そして剣持はエイジが残した暗号を解いてですね、篠田を頼んだという、とても面白かったですよね。第2話の予告を見ましたけれども、第2話で注目すべきポイントというところを挙げていきたいと思います。事件当日にエイジの部屋にいた人物とは誰なんでしょうか。それが殺した人物なんでしょうか。そして金庫が荒らされていました。遺言状がなくなっていましたが、中身、金庫の中に何が入ってたんでしょうか。そして荒らしたのは誰、エイジを殺した人物と同じ人物なんでしょうか。そして別荘の中にどうも仕掛けがいくつか隠されてるっぽくてですね、隠し部屋とか、もしかしたら他に何か文書が残ってたりとか、そういったことがあります。2話で出てくるかは分かりませんけれども、そのあたりも注目していきたいと思います。僕はですね、エイジのいとこである森川さえ、うるさい人が今のところ怪しいんじゃないかなと思ってます。ただ根拠とかはなかなかまだこの状況では出てこないんですけども、サエはエイジのいとこでマリコの子孫にあたりますので、まあ、どちらかというと専務派ということで、エイジが邪魔だったというのも一つ理由としてはあるのかなと思ってますけれども、ただまだちょっと動機的なところはちょっと弱いかなと思ってますので、今後も注目して見ていきたいと思います。ボーイの考察チャンネル、はい、では今日の動画は以上になります。元彼の遺言状第1話の考察といいますか、感想の動画になります。今後もですね、春ドラマの動画をどんどんアップしていく予定です。マイファミリーアップしてますし、この元彼の遺言状、インビジブルと、結構他にもいくつか第1話見てみたいと思っているのがあって、見たものに関してはどんどん考察動画アップしていって、まあ最終的に続けていく続けていかないはちょっと後々の判断になりますけれども、一旦1話見たものについては動画上げていくつもりですので、ぜひお見逃しないようチャンネル登録していただければと思います。それでは以上になります。ボーイでした。バイバイ。